はい。こんにちは。長田薫です。えっ、ー、と、今日はですね、久しぶり、すげえ久しぶりなんですけど、あの、アクションカメラお見せしてこうかなというに思ってて、前のやつはちょっと知り合いがオーストラリア行くっていうんで、<laughs> 留学留学か。行くってんでて,て、あげちゃったんですけどね。で、ちょっと新しく身長です こういう感じもうここで見えちゃってますけどもアイコンテックスっていうところのアクションカメラですねまあスペックはもうこっちかこっち側に載せておきますけどもそうですね割と普通なのかなこっちがあれですね 押してるところ防水ですよで、えー、広角170度170度です、ね、あと2インチの大型ディスプレイですよというところを押していただきます、まあ、あとはもう基本的にはですねカメラとしての、えー、なんていうんだろうな、えー、性能っていうのは、まあ、大体他と変わらないのかなリモートコントロールもできるし あとは HDMI とかでのアウトプットできるし、4K はもちろん撮影できますと。で、まあ 4K とか撮影できるんですけど、個人的には 1080p の 60fps で撮影できればまあいいかなっていうふうに思ってます。バッテリーが2個、1350mAh、はいはいはい、それが2つ入ってるという感じです。ということで、もう見えちゃってますけど、開けていこうと思います。はい、それでは開封していきたいと。 思いますこれはなんかラップが貼ってあってたんだよね。よいしょ。で、こういう感じか。うーん。おおこういう形ですか。うーんと。こういうことですか。よいしょ。で、 ちょっと煩雑に入ってるな。これで全部。説明書。うーん、日本語はないですね。基本的にはもう全部英語。まあでも大体アクションカメラって使い方とか一緒だったりするし、こういうセットもね、基本的には入ってるものは大体一緒なので、1台目ではなければ大体わかると思いますね。 もし一台目であっても、なんか他のモデルのレビューとかを見ると、まあ使い方はわかると思います。で、参考にした方がいいのは、なんか動画よりも、まずはなんかブログ形式でレビューされてる人とか見るといいと思いますね。その方がおそらくわかりやすい。動画だとほら自分で、あ、これね、あれねとかやってるうちに先に進んじゃうじゃない。 これが紐か。紐とベルトですよね。これがケースかな。ここ、これがもうそもそもケース入ってるけど。マウントとか、こういうものですよね。ちょっとこう、並べるか。並べてもこれさ、わかんないでしょう。こんな感じですよ。だからだいぶ、普通には充実してるかなっていうふうに。 思いますねすこれもスイッチだもんね遠隔スイッチ遠隔スイッチですようんバッテリーもしっかり入ってますねこの中にえー、よいしょ大抵こういう外し方です よいしょ。これ本体。ちょっと、フォーカスがよらないこう。まあでも、もう本当一般的なカメラですね。こうマイクロ SD スロットを入れるんだね。よいしょ。あこれポンって取れるタイプか。で、ほら、ここにバッテリーが入ってるじゃない。これい 個だから二個ですよ。はい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 。あこれポンって外れるタイプか。なんかゴムでくっついたりするタイプのものもあるんですよね。そういうものだと結構あのー、屋外でいろいろやるときっていうのは便利なんだけど、そのーポンって外れてどっか行っちゃうパターンっていうのが一番怖いんだよね。そこら辺がちょっと細かいけどマイナスポイントかなっていうふうに思いますね。 で、例えば、こいつを入れますと、えー、こっち向きか。SD スロットに入れて、電源ボタン。こっちか。 はいはい。すぐ着きましたね。あー、なるほど、なるほど。こういう感じか。で、Wi-Fi。Wi-Fi wi 今探しちゃってるんだね、うん。ここら辺は後で設定しておきます。まあ、こんなもんですよね。あ、レンズ、あ、レンズカバーあるよね。ないのかと思っちゃったよ。<laughs> こういう感じですね。まあ、スペック的には別に申し分ないと思うんですよ。価格相応かなっていう。まあ、大体これ8000円ちょっとぐらいなので、本当、いいおもちゃになると思うんです。あと、そうだね。その自転車とかバイクとかで、その、レコーダーとして使うのかな。 最近もうなんかアクションカメラってブームがちょっと過ぎた感じはあると思うんですよねまあ海外とかあとは観光地とか行くと外国人の人とかが結構持ってたりするのはもちろん見るんですけど日本人で使う人ってもう最近あんまりいないじゃないですかなんかもうスマートフォンとジンバルを使ってますみたいなの感じの方が多いと思っててそをね考えるとまあなかなかっていう感じですよね なので、そこにいきなり数万円かけるっていうよりは、こういうものでうん、ちょっとこう、大人のおもちゃ感覚で遊ぶっていう方が、俺はいいと思いますね。これ、あ、まあ、まあまあまあ、こう、よくあるんですけど、だい,たいだい大体がそうなんですけど、もう、あれなんですよね。硬いんですよ <laughs>。 基本的にはこういうもののボタンって。あ、ここ押しやすいな。ここも大丈夫だな。はいはいはい。OK。ノーファイルだから。まあ、まだ撮ってないんで何もファイルがないよって言われてますけど。まあ、こんなもんですよね。どうですかね。今度ね、次回はちょっと実際に使ってみようと思います。これで録画か。 もう録画されてますよね、これでね。これでストップ。もうここを押すだけなのでめちゃめちゃ簡単なんですけど。で、今 1080p の 30fps です。ちょっと見にくいんですけど。うん。このね、画面にフォーカスがあんまり行きにくいんですよね。ここにバッテリー。 残量が映ってて。で2、2インチですけど、割と見やすいですよ。で、今これ、あの、カメラ越しだと、ちょっと青っぽく、青白っぽく見えてますけど、普通に液晶は、まあまあ、こういう色味だなっていうふうに思います。見にくいってことはなくって、あの、文字とかもぼやけてるわけではないし、こう結構くっきりはしてます。ちょっと今、カメラ越しは、ぼやけてるように見えちゃうけど、ただ、その視野角、 その液晶の視野角はちょっと悪いですね。若干斜めになっただけですごく見づ,見づらくなります。うん。まあそこら辺はやっぱり8000円台のものなんだろうなっていうところですね。あと、今これ起動させて、ちょっと触ってっていうところだったんですけどね。ちょっとまあもうあったかくなりかかってるなっていう感じはします。まあまあ、あの、こういう防水系の ものに入れたりすると、もっと熱をこもると思いますけど、まあそこら辺は使ってみてっていうところですね。うん。はい、ということで、アイコンテックのアクションカメラ。うん。まあ簡単な開封になっちゃいますけど、お見せしました。はい。 まああの中に入っているアクセサリーの種類であったりとか、まあ、この持った感じ見た感じうんあとまあインターフェースとかもそうですけどまあ8,000円のこの価格層かなっていうのが今のところの感想ですでこれからまあ実際に使っていくところなんで、まあ、それがどうまた変わってくるかっていうところなんですけどまあ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 これはこんなもんだろうと。 いう考えでいるのであ,のあまりにもなことがない限りはうーんその特別動画にすることもないかなっていうふうに思いますね。あのこういういいもものって基本的なな機能とかも全部含めて大体一緒じゃないですか、うん、でまあアマゾンとかで買うんであったらこのレビューとか見たりとかしてもそんなにこの悪いことってあまり起きてないですよね。 なんか起きてることって中のこのものに対してこういう不具合があってあの要は初期不良みたいなものがあってメーカーに問い合わせたらなかなかその対応してくれなかったから欲しい1とかさなんかそういうことが結構多くてなんかこのものに対してこういうなんかことができないから駄目ですとかっていうのが書いてあることってあんまないんですよ。 うん、多分それは買ってる人自身が、まあ、こんなもんだよねっていうところがもう往々にしてみんな分かってるんだと思うんですけど、まあ、そんなところでですね一応使っていきますけども、まあ、特別ここがダメです本当にダメこれ8000円してるけどこの4000円ぐらいの価値しかないみたいなことがあればまた改めて動画にしようかなというふうに思います、はい、もうね見た目普通でしょ 何にも特別なことはないのでだからもう2代目以降の人なんかはあこんなもんだよねっていうふうにしてできると思いますし1代目の人はそうですねマニュアルが日本語になってないのがちょっとこうネックなだけであって基本的にはですねまあその動画中にも言って通りブログ形式のレビューとか うんまあ、あとはこういう YouTube ですね。まあ俺よりあのこうアクションカメラに詳しい人たちがもういろんな動画を出してるはずなので、まあ、それを見ていけば、まあ、割と使い方はいろいろ分かるかなと思いますあのスマートフォンのカメラアプ,リアプリかアプリと連動していけるので結構割と誰でも使えると思います、はい、あの注意としてはこの中にマイクロ SD を こう入れななきゃいけないけけんですけどマイクロ SD 自体は付属してないのでそこだけ注意してください昔使ってた古いマイクロ SD とかねあの Android スマートフォンに入れてたやつとかを使えばいいと思いますけどはいということでまた見てな